はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。で、だんだんね、日が弱くなってきてね、ちょっと電気をつけたらですね、光の加減がですね、まあ、こっちを帰ってね、あそこに電気あるんですけど、すいません、ちょっと見にくいんですけども、今日は自宅でやっておりましてですね、東西線がですね、一部区間でですね、運転できていないと。これは前から分かっていたことでして、昨日私は PC 担いで帰りまして、今ここに置いてこの PC のカメラで撮っています。で、この USB のマイクなんですけども、やっぱりこのね、 PC の中のブーという音を拾ってしまって、ちょっと聞き苦しい点もあるかと思いますけども、ご容赦ください。明日はですね、車で会社というか事務所に行ってですね、いつもの通りのですね、外付けのカメラでですね、録画できると思います。はい。さて、さっき見つけてしまいました。これ、はい。中央日報でございまして、韓日戦に広がった LINE 事態。韓国政府、株売却圧力はいかん、不当、差別時には強硬対応一ということでございます。LINE ヤフーからですね、個人情報が漏れてですね、これに対して日本の、あれですね、監督官庁はですね、LINE ヤフーにですね、たびたび指導してるのにですね、何も言うこと聞かへんやないかと。それはですね、結局、韓国の親会社があるからやろうと。その日本の LINE ヤフーの株を日本資本にせえというふうにして指導してるわけですね。これはですね、問題になりそうやなと思って、やっぱりなってきました。はい。これね、相手がアメリカやったらね、そんなに問題にならないですけど、多分日本なんですよ。よくね、この、いや、YouTube やってますねって言って、何喋んのって言われてですね、不動産マンションとか言われるんですけど、いやいや、一番多いネタは韓国、中国、頭時々ロシアとか、まあそういう関係ですと。いや、面白いんですよ、これが。僕の周りにはですね、お隣さんに関心のある人はほとんどいないんですけどもですね、まあ、世間的にある一定数こうお隣さんに関心層っているわけであって、そんな人たちが見てくださってると思うんですけども、こう日本と韓国の問題って非常にこう特殊な問題があって、非常に特殊な関係なんですね。昔同じ国であったという時代が不幸にもですね、36年間あったわけですね。でですね、それが非常にとっても不幸な歴史に今なってまして、まあその36年間ね、必ずしもその半島の方々が不幸だったかっていうと、それはまた別の問題であって、しかしここもですね、大きく意見が分かれるところであって、この両国がですね、完全にニコニコ笑って仲良し状態になるっていうことはありえないんです。ありえない。100年だと1000年だと多分無理ちゃうかなというふうに思います。そこが面白いところなんですよ。でですね、世の中の綺麗事連中はですね、これ仲良しなあかんねえとかって言うんですけども、もう絶対的に無理なんですよ。でなぜかと言いますとですね、どう言いますかね、ものすごく向こうがですね、日本と争いたがってるという、簡単に言えばそういうことなので、何かネタをあれば争うという、日本は逆に無関心なんですよ。ほとんど無関心です。一部韓流ファンを除いてはほぼ無関心ですね。このギャップがなかなかですね、面白くって、いろんな現象が起こるとですね、そのためには笑えるんですよ。で今回ももしかしてこの LINE 問題やらへんかなと思ったら、やっぱりなりますよね。本文いきましょう。LINE ヤフー自体が両国の政府が加わる韓日戦に拡大している。日本政府が LINE ヤフー自体はセキュリティ強化のためであり、経営権変更のためでないと初めて公式立場を出した直後、韓国政府は遺憾を表明し、強硬対応の立場を明らかにした。今回の事態の波紋が収まらない雰囲気だ。科学技術情報通信部は10日午後、日本政府は行政指導に持ち株売却という表現がないと確認したが、韓国企業には持ち株売却圧力と認識される点があり、これに遺憾を表明すると明らかにした。これは韓国側ですね。韓ドヒョン韓国技術情報通信部第二次官はこの日、政府ソウル庁舎でブリーフィングを開き、政府はネイバーを含む韓国企業が海外事業、海外投資に関連し、いかなる不合理な処分も受けないようにするという
確固たる立場としこのように述べた。続いて韓国企業に対する差別的措置と韓国企業の意思に反する不当な措置に関しては断固かつ強力に対応していくと明らかにした。松本剛明、総務省がこの日午後、行政指導はネイバーの経営権剥奪のためではないとの立場を明らかにしてから約5時間後、韓国政府が異例にも強硬対応に言及したのは日本側の説明をそのまま受け入れがたいという主張が、これね、このニュースの1の原稿を今読んだんですけど、この今まで読んだところがですね、この1のですね、3割、4割かな、4割ぐらいありますね。でこれ2もあるんです。要はね、やっぱり予想通りの展開でですね、日本が韓国に対してちょっとしたことを求めるとですね、それに対して過剰反応するんですね。それはいやいやっつって、5年前にですね、日本がですね、輸出管理の強化というのをですね、打ち出したんですね。でホワイト国から外したんですね。それはですね、その輸出管理を強化しなければならない事態が起こっていたからなんですよ。でですね、こう輸出しないということではなかったんですね。でもそれがないとですね、サムソンや SK はですね、メモリー半導体が作れなかったんですね、その品目がないと。で慌ててですね、サムソンのですね副会長、当時の副会長が日本にやってきてですね、日本の企業を回ったというような事態があったんですけど、これにですね、こうお隣様は過剰反応したんですね。まあ、過剰かどうかはまあ主観の分かるところですけど、ノージャパンやー、ノー日本のもんなんか何も来たらへん、日本行かへんって言って、でそれまでですね、大量に来ていた韓国人が来なくなったんです。で韓国のソウルではですね、連日のごとくノージャパンノージャパンと言って、ペナントがダーッと並んだんですよ。いや見たかったわあの情景で、じゃあですね、サムソンがですね、メモリー半導体をですね、作れなくなったのかって、全然そんなことなくって、日本側はですね、あんたらそれをですね、転売してるでしょと、必要以上に買って転売してるでしょと、でそれをちゃんと管理せえと言うたところが、向こうのですね、産業省みたいなところが無視したんですね。で日本はじゃあ一回一回審査しますということにしたわけです。そこでもうそのすごい反応になったわけですね。でホワイト国は外したわけです。当然そういうですね、信用できない国はホワイト国に入れられませんからですね。そしたらもうブチ切れたんですよ。何でもないことなんですよ。ちゃんと管理してくれればいいだけの話なんですけど、でも日本からしたら常識的なことを言うてるのにです、向こうはですね、日本に何かを求められたらですね、必ずそれにですね、過剰反応するというのが今のパターンなんですね。今回もなるかなと思ったら、やっぱりやってるんですよ。これでどうなるのかなっていうのがですね、楽しみなんですけど、要は、もうすでに政府間の話し合いに入ってるわけなんですね。話し合いというか政府間の問題になっててですね、日本側はですね、その求めるそのネイバーから経営権が譲渡されなければですね、なんか行政処分かなんかすると思うんですね。でそれでまたですね、向こうが反応していくんで、これはですね、分かりにくいんですけども今後分かりやすい展開になる。例えばですね、どうでしょうね、行政指導で LINE が日本でですね、使えなくなったりするとですね、もうまたキーッとなってですね、ノージャパンってなるかな、なってほしい、なってほしい、その情景がまた見たいんねんけど、私は。そう、非常に期待できる展開になってきましたね。もうやっぱり頑張らなあかんやんという感じですけども。非常に期待値が高くなってきました。まあただね、今日別の動画でも申し上げたんですけど、これ問題が分かりにくいんですよ。株を譲渡せとか経営権をよこせとかっていうのが、だから今度分かりにくくなって消えていく可能性もあるんですけどね。でも向こうの政府が乗り出してきたということはですね、こう今後大騒ぎになる可能性があるということなんです。しかもその松本剛明さんね、伊藤博文のですね、孫の孫やねんって。伊藤博文というワードはね、すごい向こうですごいですよ。日本人としてはですね、最悪の人物のナンバーワン、ツーですからね。豊臣秀吉とですね、伊藤博文なんですよ。いや、それがね、こう端っこに出てきたということはですね、今後ですね、これ燃え上がるかもわからんということなんですよね。
なんでですね、ちょっと今後の展開をですね、要注目というか、いや面白いという感じになってきます。ほんで、いつものごとくですね、問題の本質というのは別にしょうもない話なんですあの5年前の時もそうでしたけど、全然しょうもない、なんでもない話なんですよねね、もうそれがですね、ここもう日韓間のですね、トゲみたいなことになったらですね、面白いやんということですね。はい、一応この中央日報のですね、アドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。